darkest night, we must still believe. When you feel you've lost it. ライフジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。園田愛香です。今日は編集部に遊びに来ました。1月25日発売、週刊プレイボーイズにグラビアとして登場します。私もですね、18歳の等身大の私が出演しています。ご覧ください。私の初の主演としてのスマイルという短編映画が今年の春公開を決定しています。ぜひそちらの方をご覧ください。皆さんも書いていきたいと思います。シュシュシュって、じゃん、書きました。園田愛香です。私の夢についてお話しさせていただきたいんですけど、私はすごい女優さんになりたくて、それはなぜかっていうと、女優さんになりたくて、ドラマとか映画の方に女優さんになって、どこにでもいそうって言われるような女優さんとかを一番ナチュラルにできる女優さんになりたくて、よく私は SNS のコメント欄で、どこにでもいそうなのになるかなっていうコメントをいただくことがすごく多くて、私はすごく気づいていたんですけど、でもそれはどこにでもいそうなのかなっていうことだと思うので、やっぱりうまくできる女優さんになりたいです。それはすごい女優さんになりたいって思ってる方の中でも、なんかすごい一番マイナーな感じだと思うんですけれども、それを今回は初めてのグラビアの撮影で、すごく緊張しながら挑んだんですけど、スタッフの方が本当に優しい方々ばかりで、もう途中から緊張もほぐれて、楽しく撮影に挑むことができました。撮影中、本当に最初の方とかは多分顔の表情が硬かったり、撮影すまん、今までドラマとか映像系の撮影はすごくさせていただいてたんですけど、台本とかがあったので動きが決まっていたりして、写真集とかもグラビアの撮影って動きが決まってないというか、法人じゃなくて自然体で撮影したので、それも何からしていいか分からずから始まったんですけど、すごく多分すごく楽しかったです。完成形を見た時はやっぱりプロの方に撮っていただいたので、すごく綺麗に撮っていただいて、私も思いました。1年前ぐらいに千葉の南房総に撮影しました。千葉の南房総に1回撮って行ったことがあって、難しいなと思いながら撮影しました。ではお気に入りの写真を紹介していきたいと思います。1枚目はこちらですはい、こちらの写真は制服の写真なんですけど、去年の8月はまだ高校生だったので、現役のうちに制服の写真を撮っていただいたのは貴重だなっていうふうに思っていて、今となっては卒業もしてしまったので、コスプレになってしまったので最後の最後に撮っていただけてよかったなって思って選びました。表情も割と決めてるというか
自然体っていうよりかはちょっと決めちゃってはいるんですけど、歌に寄せてって上からカメラマンさんが撮ってくれた写真なんですけど、私はちょっとバランス感覚があるかないかって言われたらないっていうなのでちょっと乗るのが難しかったというか、撮影しなかったら多分テトラポットに乗るってことがなかったので、それがいい思い出だなと思って選びました。2枚目はこちらです。なんでこれを選んだかというと、水着が一番好きな写真で、撮影する前に水着をこう置いてもらって準備していただくんですけど、その中で一番一目惚れした着たいなと思った水着だったので、これを選びました。いっぱい水着がご用意された中で、あの1枚だけつなぎの写真水着だったんですけど、まあ、普段あんまりこういう水着を着ないので、それで可愛いなって思って選んだのもあります。本が多分昔から好き でちょっと小さくお花柄になってるんですけど、お花よく買うのでそれでも多分惹かれたのもありますね。撮影する前から天気予報で多分当日が雨の予報だったんですけど、雨というかもう嵐の予報だったんですけど、なんか雨がちょっと降ってやんだなと思ったらタイミングに計らって撮影にこう行ってたんですけど、割とそのもう背景とかも雨に濡れてた後とかこんな感じでしていて、自然と雰囲気がすごくいい中で撮れたので、不意に撮っていただいた写真でずっとぼーっとして、口が開いちゃうのが癖で、あんまり良くない癖なんですけど、ちょっとこの写真も半開きなんですけど、それも私の自然体かなと思って選びました。で3枚目がこちらです。今まで選んだ中で一番自然体の写真がこの写真なんですけど、1枚目の水着で撮った写真なんですけど、砂浜に寝そべって写真撮ったんですけど、起き上がったの砂まみれの状態で、まあ普段生活してたらその砂まみれになることはあまりないので、もうそれも楽しかったなと思って、自然な笑顔で撮れたのでこの写真を選びました。この水着が多分一番緊張していて、最初 T シャツを着てそこから脱いで撮影したんですけど、やっぱり自分の体を撮っていただくことって本当に初めてというか、それも緊張しましたし、どう動いたらいいのかわからないし、この寝そべったのはだんだん緊張がほぐれてきてる写真だと思うので、まあ、ちょっと緊張抜けてますね。他にもまだまだいろいろあってちょっと選びきれなかったので、もう1枚だけおまけカットをご紹介いたします。こちらの写真です。こちらを選んだ理由が、今まで3枚選んでたんですけど、一番不意に撮ってくださった写真で、この写真は船主がすごく撮影の現場に、やっぱり海の近くだからすごくいて、で虫がすごく苦手なんですけど、船主をカメラマンさんが頑張って避けてくださって、なんかその多分船主がいたことで感情が一番上がったというか、怖いってなって上がって、テンションがちょっと上がりつつ写真撮ったので、怖いとか思いながらも楽しみながら撮ったうちの写真なので楽しかったなと思います。結構傾斜だったんですけど、傾斜に寝そべりながらそこに、ね、登ってる写真で、まさか登ってる途中も撮ってくださってるっていうのを気づいてなくて、だから本当に本当に本当に自然な写真なのでお気に入りです。70点ですね。なんか見た初めて写真集を見た時に、
やっぱり最初の方の写真とかは顔が硬いので撮り直したいなと思った写真も何枚かあって、で体もちょっと実はコロナにかかってしまって、撮影を撮る数日前にコロナにかかってしまって、でちょうど病み上がりの時に撮ったんですけど、もう外に出ていいよ、お医者さんに外に出ていいよって言われた日に撮った写真だったので、ちょっと体にお肉がついてるので、もしまたグラビアに挑戦させていただけるなら、体もちょっと仕上げて、で顔もちょっと2回目だと思うので、埋めれたらいいなって思ってます。今回戦隊の特集で呼んでいただいたんですけど、やっぱりファンの方がドキュージャーで見ていた時はまだ 10歳とか、本当に9年前8年前の私から今回の楽屋で戻ってきたというか、戦隊のファンの方たちも気づいてくださったんですけど、インスタグラムとか SNS の方ですごくコメントでおかえりっていう風に人が見ていただいたんですけど、本当に心温まるというか、当時まだ小さい5、6歳だった男の子とかが今中学生になって見ていただいたっていうファンの方もいらっしゃって、それもすごく嬉しかったですし、こうやって皆さんにまたお会いするっていうのを嬉しかった。はい、いかがだったでしょう。こちらで紹介した写真以外にもたくさん素敵な写真があります。皆さんぜひチェックしてくださいね。感想もお待ちしております。それでは石井かおる子でした。バイバイ。普段は王様のブランチのリポーターをやっていたり、あと YouTube とかで自分の声張るチャンネルを作って、ちょっと登山とかもやったりしています。いろいろと多趣味なので、よかったら皆さん興味を持ってください。ミスマガジン2021ベスト16に選ばれました星真里奈です。20歳です。
野本空です。23歳です。役者をやっています。原宿の紫スポーツのあそこだって言ったところにある、これ今着てるんですけど、ラブラット東京っていうところなんですけど、めっちゃ可愛い T シャツとかパーカーとかいっぱい売ってるんで、ナイレス TV をご覧の皆さん、こちらお手紙ではすごく割と自分がかけてほしい言葉を9番くれてたので、そのおかげですごい頑張れてたっていうのもやっぱあったので、すごいサポーター部屋にいる時はすごくなんか嬉しかったし、その手紙のおかげでバトル頑張ろうって前向きになれたっていうのもあったんですけど、直接会う9はもうなんかすごい、なんですかね、兄弟とかじゃないですか、恋人なのか、すごいなんか小学生の両方のところなんか素直になれないとかみたいな、いいねみたいな感じになって、何なんだよみたいなこともあったんですけど、そのミッツさんの手紙の正体が興味があったけど、でもなんかだからって感じは、マッサージとかバスケとかいろんなシーンが詰まってます、ぜひ見てください、よろしくお願いします。バイバーイ。ファーというか、もう突然のように言われたんですけど、それが森岡さんの、夕凪の街桜の国という舞台に出演させていただいて、もうお芝居のお稽古の週末だったから、突然和田ひとみ来いって言われて、その日出しじゃないですか。そうなんですよ。その日私森岡さんにちょっと口舞台をしちゃって、もう怒られると思って、ああもう初日からやってしまったと思ってたら、主演やってみないかって突然言われて、怒られなかったっていうびっくりが先に来ちゃって、映画え？みたいな、はいみたいな本当二つ返事で。初戦チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、私が印象に残っているところはバドミントンのシーンです。バドミントンのシーンは私スポーツが好きで本気でバドミントンをやりました。途中でカメラマンさんにシャトルをぶつけてくれって言われたシーンがあったんですけど、本気でバドミントンして本気でカメラマンさんにぶつけて本気で謝りましたでごめんなさいって本気で言ってるシーンがあるので、ぜひ皆さんそこをチェックしていただければなと思います。他にもいっぱい様々ないいところがあるのでチェックしてください。皆さんありがとうございました。ミスマガジン2022グランプリに選んでいただきました、ここです。40周年という記念すべき年にこのような素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。私がグランプリを取れたのは、普段応援してくださるファンの皆様や家族、そして友達、あと事務所の方のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。そして私実は7年前にも一度グランプリをもらっていまして、それは事務所のオーディションの時なんですけど、今撮ってるグランプリとその時のグランプリとは全く感覚が違っていて、ここから
今日から私はまた新しいスタートを切るつもりで頑張っていきたいと思っています。女優モデルとして大きく成長できるのにこれからたくさん精進してまいりますので応援よろしくお願いします。初戦チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、はるかりさと申します。普段は女優として活動しております。今回ファースト DVD はるかりをリリースさせていただきました。ありがとうございます。そして今回初めての発売イベントも開催させていただきました。今回初めてのイベントということですごい緊張してたんですけど、当日来てみたら思っているよりもたくさんのお客様に来てくださっててほっとしました。皆さん、なんか感想とかこれが良かったよとかいろいろ言っていただいて、とても楽しい時間を過ごせました。私のお気に入りの衣装はサッカーをしてるシーンがあるんですけど、黄色いキャップをかぶりながらボールを蹴ったりしてるんですけど、私の特徴でもある健康的な元気さがすごく現れてるシーンがあるので、ぜひ注目して見ていただけると嬉しいです。ぜひたくさん見ていただいて感想などどしどしお待ちしております。ありがとうございました。いつもその、カレンダーなので、どちらかというといつもよりは表情がなんだろう、にこやかというか柔らかな写真がすごく多いかなと思うので、それ以外は結構そのあまり笑ってるというより結構スッとした表情の写真が結構比較的多いんですけど、柔らかめの雰囲気が多いかなっていう感じです。あとは、ね、あの足上げのキックをしている頂点の足が一番高い位置にある頂点の部分だったり、ちょっと柔らかさも表現してます。WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ナイキココロです。はじめまして、ナイキココロです。まあ、ミニリーモデル、アイドルグループで、ブル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 、人情劇場で様々な愛があって笑ったり泣いたりする人たちなんですけど、あの国営さんの国営さんの国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 
お客さんにたくさん楽しんでいただけるように、そして私自身も楽しめるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、朝日ななみです。今日はヤングマガジンさんの撮影で千葉に来てます。可愛いスタジオでテンションマックスです。じゃあね頑張ってきます。シネマ1に1で冬川あざみ役として出演させていただいたんですけど、本当になんかすごいたくさんの方に見ていただけたみたいで、なんか自分でも動画見てる時に広告に自分が出てきたりだとか、なんかいろんな人にも見たよっていうお声をすごくいただけて、はい、自分の中でも思い出に残る作品になりました。ありがとうございます。本当にこういう機会、アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、吉田理恵です。今私は DVD の撮影で静岡に来ています。綺麗な海です。今回初めての DVD 撮影で、そしてあと初めてうなぎを食べました。とても美味しかったです。実は魚は食べれないんですけど、うなぎは食べれるみたいです。ありがとうございます。あと初めての滝を見たり、あと大好きな海で、撮影をしたり、そして釣りもできてとても嬉しかったですし、ぜひ釣りをしているところの私を見てくれたら嬉しいなって思います。たくさんぜひ私の、DVD を見てください以上、吉田理恵でした。カレントデータバンクをご覧の皆さん、こんにちは、古田愛理です。初めてのカレンダーを出します。皆さん、ぜひチェックしてください。以上、古田愛理でした。お店の自分が使っていた便利さを一番一緒に入れて、また自分が美味しいと思っていた時を思い出したりして、すごい初心にまた戻ってかけて、皆さんこんにちは、鈴木優は19歳です。私の好きな食べ物は甘いもので、嫌いな食べ物はありません。何でも食べれます。そして私は普段は女優をメインに活動させていただいています。グラビアはまだまだ新人ですが、7年間習っていたダンスで培ったこの、よいしょ、この柔軟性を生かしてこれからどんどん頑張っていきますので、皆様ぜひぜひ応援よろしくお願いします。鈴木優愛でした。ありがとうございました。そうですね、まだそんなに実感は分からないんですけど、特
これが変わったって大きいことないんですけど、お酒は飲みました。イエローキャブの元気印、内田美光です。本日は、個人撮影会マーワークありがとうございます。毎回来た旅にマーワーク本当に嬉しいです。また、大阪チャンス遊びに来るので皆さん会いに来てください。皆さんこんにちは、水谷彩紗です。25歳です。好きな食べ物はラーメンなので、おすすめのラーメンがあったらぜひぜひ教えてください。私は、今までグラビアは挑戦したことはなかったのですが、自分の可能性を信じて、あとは今までに挑戦したことのないジャンルで挑戦したくて今回応募させていただきました。自分にしかできない最高の作品を作り出せる、そんなグラビアアイドルさんになりたいなと思っています。あとは168センチ身長があるので、その高めの身長を生かして最高のポージングとかお見せしますので、よければぜひぜひ応援よろしくお願いします。それではバイバーイ。こんにちは、福田留美香です。今宮古島に撮影に来ているんですけど、友達を見つけました。宮古島の守くんです。イエイ、これから撮影頑張っていこうと思います。バイバイ。ミーティングが終わったところです。そして西本ひかるが YouTube を開始しました。イエイイエイイエイ。なんかいろいろ多分ここにまだ出たりとかする編集はできないんですけど、これから頑張るので投稿いっぱいするので、よかったらフォローといいねとコメント待ってます。よろしくお願いします。バイバイ。こんにちは、リオイです。よろしくお願いします。これといってなんか見せできる特技がないので、自分のことをちょっと話させていただいたらなと思います。私は18歳の時に事務所のオーディションを受けて、そこからグラビアやミュージックビデオとかバラエティとかちょこちょこやらせていただいてたりしてたんですけど、ちょうど1年前ぐらいにずっとお休みしてて、でまた誰かに芸能のお仕事やりたいなと思って SID のオーディションを受けさせていただきました。私の性格はすごい寂しかったり、すごいネガティブで、すぐ挙動心になっちゃったり、人前に出て話すのが苦手で、あんまり本当にポンコツで、いいところがこれっていうのが言えないんですけど、昔からキラキラした夢の世界にすごい憧れを持っていて、自分なんか頑張りたいなと思って、レベルトップまで頑張りたいなと思ってます。すごい控室とかに行って緊張しちゃって、なんかもうなんだっけみたいになっちゃったけど、すいません。そんなこと言ったらめちゃめちゃ久しぶりですね。そうですね、あんまり受けたこともなくて、はい、あれもちょっと前、そうですね、2年前とかまだ高校生な時とかで、1年お休みしてたの？1年前ぐらいに、1年半ぐらい、
らい？1年も休んで。あ、1年も休んでないぐらい。自分のなんかすごいちょっと落ち込んでた時期でもあって、どうしようかなってすごいいろいろ思ってて、で違うお仕事をちょっと事務系のお仕事をやってたんですけど、やっぱりなんかツイッターとかはやっていて、頑張ってねとか言ってくれる家族がいたりすると、なんかやっぱりまたやりたいなってすごい励まされて、本当に本屈しすぎて、すごいなんだろう、できることが少ないんですけど、人より劣っているから努力しないといっぱい見つけるように頑張りたいです。レーシングミクサポーターズ2022の鈴鹿です。この度レースクイーン大賞2022新人部門においてクリッカー新人賞を受賞させていただきました。ここまで応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。と本名なのであまり親に聞かないとわからないんですけれども、漢字も読み方もそのまま本名なんですよ。今18歳です。そうですね、今月じゃない、今年で19歳になります。高校時代は芸能活動もちょこちょこやってたんですけど、やっぱりコロナ禍であまりお仕事がなく、高校生活を楽しむのが結構主で、バスケ部に入って頑張ってました。そうですね、高校1年生までは大分に住んでいました。はい、高校2年生の時に転校してきました。一番最初にレースクイーンを目指したきっかけは、事務所の方にこういうお仕事があるんだけどって言ってもらって、その時はまだ車のこととか何も知らなかったんですけど、すごくかっこよかったし、すごくレーシングミクの衣装に惹かれたっていうのが強くて、かっこいいなと思って、はいチャレンジさせていただきました。メンバーに恵まれてるのもあるんですけど、本当に本当にすごく楽しくて、選手のお二人もすごく優しく教えてくださるので、レースのことも徐々に分かってきて、レース見るのもすごく楽しくなりました。これからの目標はレースクイーンとしてかっこよく美しく、最年少なんですけれども、その下の世代にも勇気を与えられるように、あとはレースクイーンの幕を飛び越えてドラマや CM などでも活躍できるような人になりたいです。おい、おら野原しんのすけだぞ、みんな今日はありがとな。なんかちょっと変になっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。子犬と子猫の鳴き真似が得意なのでやります。違います、羊の方が得意なので羊やりたいと思います。わかりました、じゃあ犬から猫いきます。羊いきます。めありがとうございます。All that's left.
flag will still be standing with the grace of God provided. Let's reach deep inside.